どうもこんばんは、マカロニ鉛筆です。今年メンバーが輝いて見えた瞬間、ところありますか？考える間もなく収録始まった。そうですね、Mステ急ぎすぎじゃない？次が詰まってんだろうけど。なんありました？なんだろう、もうパッと出てきたのは、やっぱフジロックフェスティバル出たじゃないですか。出させていただきましたね、初めて今年出させていただいて、その時のやっぱり服部の背中がやっぱりなんか、いつもよりロックスター感が出てたんですよね。本当ですか、嬉しいね。普通に褒められるとなんかリアクションが、ね、輝いて見えた瞬間ですから。でも今年はライブが本当多かったんで、そうだね、はい、皆さんこう輝いてました、ステージで。キラキラしてた、本当に。来年はもうだから光を全部出し切っちゃったんじゃないかというのが、来年はちょっとくすんできそうだけど。そうですね、来年もね、磨いてより輝いていきたいなと思いますので、はいはい。ではそんなね、輝いたメンバーの演奏を今日はご覧になってほしいです。はい、Mステウルトラスーパーライブマカロニ鉛筆は18時台の出演です。ぜひご覧になってください。よろしくお願いします。お願いします。